エスティバルバーサス少女たちの選択始めからだ。ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる最悪に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき穴。現世に漂う忍びの魂は何を思う。志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である」。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか、それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。
何よこの声。ミオビちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。たく、で何が見えるのよ。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。なんでもない。
くの誇りを舞い掲げるわ。忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや。
今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、リョウビちゃん。なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって、このメス豚。そっか、リョウビちゃんは病気お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。ね、せーの、ガチャ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 。ちょっとやめなさい。くすぐったぐらいで解決する問題じゃないんだから。だったらどんな問題なの？それは心の準備。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。はあ、いい感じ。もっと怒って怒って。たく、そういう変態チックなところ姉さんに見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん、病気お姉ちゃんはリョウナちゃんのこと大好きだもん。リョウナちゃん、あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。リョウビちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ、特に病気お姉ちゃんの前では。
皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。んごーと魔王は雄たけびをあげた。んごー、やっぱりミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと描けないの。登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。んごー、あの皆さん、私の声は聞こえていますか？みのりも一緒に叫びたい。ボー、みんないい加減にしなさい。ユミが困ってます。今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。あ、っていうか夜桜チームもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。夜桜さん、これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから、ユミはユミにしかできないことをやってください。ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか。どういう意味ですか？夜桜さんから五光が指しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？夜桜ちん、マジで五光さしてるんだけど、夜桜ちんの後ろがピッカピカに光ってる。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと。ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体なんか。やばくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。
なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。ユミチー、夜桜チー、海だよ海、海、みんなで泳ぐっきゃないでしょ。はい、みのり、スイカ割りやりたい。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。この方に顔向けできない。この程度ではまだ絶対制御を実現できません。